こんにちは。ユニバーサルワンダーハロウィンニュース2007のお時間がやってまいりました。それでは最初のニュースです。昨年大好評だったメインショーソルシエが今年も開催されます。およそ90名のパフォーマーが空中演技、個性的なダンスや歌、アクロバティックなパフォーマンスなどでハロウィンを祝います。今年新たに特殊効果の演出も加わり、色鮮やかでスタイリッシュな霊や魂たちがさらに空中高く、さらに陽気も舞い踊ります。それではそのソルシエの会場にいる岡山さんと中継がつながっています。中継の岡山さん。でかいなこのスーツ。衣装さんサイズ間違えて。あ、どうも現場の岡山です。そのソルシエの会場になるのがこちらのグラマシーパークです。ハロウィン期間中になりますと、高さがおよそ16メートル、縦横およそ19メートルの巨大なタワー型ステージが登場します。ちなみにここグラマシーパークは今年2月放送分のバレンタインカップル企画で、私岡山が罰ゲームを受けたところでも有名なところでございます。その時の映像をどうぞ。今年は3人目の子供を作ろうね。今は3人目どころか会話もなくなりました。いやー、いつ見ても滑ってましたね。滑ってましたね。その点マリさんは滑り知らずですもんね。ああ、ええ、まあ。じゃあいつもの得意のギャグ見せてもらっていいですか。はい。先輩にめちゃ振りされた。でもそんなの全然関係ない。関係ない。あ、パッピー、私一般ピー。うん、どう、じゃあ一般ピーじゃないか。続いてのニュースです。一昨年昨年と大好評を得ましたハロウィンマーチが今年も華々しく開催されます。エントリーされたゲスト参加者によるハロウィン仮装パレード、思い思いの仮装でパーク内を練り歩き、ハロウィン気分をより一層盛り上げてくれます。それではこちらも中継がつながっております。岡山さん。はいはい、現場の岡山です。こちらのストリートをですね、仮装して練り歩くユニバーサルスタジオジャパンの名物ハロウィンマーチ、今年の開催期間は10月の毎週土曜日日曜日の計8回行われる予定です。ちなみにですね、私の奥さんは毎週土曜日日曜日は家でゴロゴロしております。女としての魅力をなくす前にハロウィンマーチに誘ってみたいと思います。なるほど、ハロウィンのお化けたちより恐ろしい話ですね。ニュースを続けます。ハロウィンの伝統行事トリックオアトリートがパーク内で体験できます。ハロウィンの期間中、毎日11時から16時にパーク内10カ所の会場へ行き、大きな声でハロウィンの決まり文句トリックオアトリートといった11歳以下のお子様にオリジナルキャンディーをプレゼントいたします。デン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 お疲れ様でした。